セントライト記念は日本中央競馬会が中山競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。1995年からキッカショ賞トライアルに指定されており、競馬番組表での名称は朝日ハイセントライト記念と表記される。競争名のセントライトは1941年に横浜農林商商店四歳小馬、東京優春。 京都農林省商,商店4歳古馬を制し、日本競馬史上初の参観馬となった。種母馬となってからも、オーライトやオーエンスなどの活躍馬を輩出し、1984年には、その功績を称えて検証馬に選出された。2014年より、寄贈賞を提供する、朝日新聞社は、東京など、全国4カ所に本社を置く、新聞社。聖賞は朝日新聞社賞。 三着までの馬に菊花賞の優先出走権が付与されるトライアル競争。外国産馬は2007年より優先出走権が付与されるようになった。日本競馬史上初の三冠馬であるセントライトを記念して1947年に創設された4歳馬限定の重賞競争。創設時は東京競馬場の芝2400メートルで 別停戦として行われていたが、試行距離や試行上は幾度かの変遷を経て、1980年から中山競馬場、芝2200メートルで定着。1955年までは母バ限定戦で行われていた。また2011年まではラジオ日本賞が寄贈されていた。地方競馬所属馬は1995年より出走が可能になった。 外国産馬は2001年より出走可能になり、2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳負担重量、バレー菊花賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は菊花賞の出走候補馬に優先出走が認められ、3歳春のクラシック競争、 NHK マイルカップで2着以内の成績を収めた馬にも出走資格がある。2020年の1着賞金は5400万円で、以下2着2200万円、3着1400万円、4着810万円、5着540万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。 中央所属場の所属表記は1947年が、競馬会1948年から1953年は、国営1954年以降は JRA としている。各会競争結果の出展。ありがとうございます。